締めば加入、キヨキヨさんとかタイタイとかの話も、ペンギンとかね、話もいただくんですけど、うん。まあ、どうだろうな。キヨキヨさんはもう、でも、主だからね、一国の。キヨキヨさんは、もう、いや、僕はずっと永遠のライバルでいたいし、うん、永遠のライバルでいたいし、かつ、やっぱ彼はもう主なんで、うん。やっぱそれはちょっとこう、声かけるのは、リスペクトしてるがゆえに、やっぱ声はかけたくないみたいなとこあります、正直。そう。むしろ、キヨキヨさんがもしよ、もし、まあ、イフの話なんだけど、1年前に、じゃあドゾル社に僕が誘って、キヨキヨさんが、うんって言ってくれたとしても、キヨキヨさんの良さ活かせないかもしれない、僕は。うん。いや、彼はやっぱ誰かのね、下に、まあ、誰かの下、上下じゃないんだけどね、上下じゃないんだけど、彼らも将軍でしょ。うん。主です。だし、まあ人によってさ、タイプによってさ、やっぱそのグループで輝く人と、ソロでやって輝く人はやっぱ違うと思いますよ、僕は。うん。だと思う。うん。まあだし、さっきも言ったように、そのドズル社の5人っていうのは、まあ誰かが抜けてもダメだし、他のメンバーが入っても多分ね、こう、ちょうどいいですよね。ちょうどいい。だから、初めからもう5人で設計されてたんですよ。僕の頭の中で。うん。だから、この5人でやりたいっていうのが あったんで、僕の中で。だから、それは、もちろん、なんか、仲の良さとか、正直後から付け足したっていうか、後からたまたま仲良くなったからめっちゃ嬉しいなと思ってるんですけど、仲悪いグループもたくさんあるんで、やっぱ。うん。でも、ドズル社はすごい5人とも仲いいのがめっちゃ嬉しいなと思ってるし、すごい宝だなと思ってるんだけど、あ、でも正直、初めの段階では別に仲良くなるかどうかなって、マジで運ゲーだと思いながら、うん。まあでもその5人が、やっぱりすべてにおいてね、やっぱ、トークのバランスとか、まあ、それぞれ一人一人でも、ピンでも頑張れる、こう、ストイックさとか、努力できる才能だったり、あとはフリートークだったり、ゲームの上手さだったり、まあやっぱこの5人すごいいい5人、いいメンバーが集まってくれたなと思います。今日もご視聴ありがとうございました。よければ他の動画もご覧ください。最新動画もチェック。ドズル社の切り抜きチャンネルもぜひ。